今このエブリィのサブバッテリーは200アンペアアワーのやつがリチウムイオンバッテリーが乗っていて、走行充電がついてます。電気の取り出しは今この100ボルトインバーターだけになってるんで、12ボルト電源もつけていきます。それに必要なものを買ってきました。バッテリープロテクター 12V、 これはスイッチがつけられるやつで、端子台にメインスイッチが細い線でつけられます。リレーがついていて、シガソケ、これが一番欲しくって、車載冷蔵庫とかをサブバッテリーから使うときに、インバーター経由のときよりも 12V のシガーソケットから取った方が電気の効率が圧倒的にいいので、これは必要です。これヒューズボックス、ブレーカー的なやつ、ね、キャラバンでもボンゴでもこれとこれを使ってます。でこれバッテリープロテクターっていう名前だけあって、バッテリーの電圧を常に監視していて、電圧が一定ボルト以下になると電気を遮断するっていう機能もあります。その機能はこのリタイムのリチウムイオンバッテリー自体に入ってるんで、必要ない機能ではあるんですけど、まあ、別にあっても損はない。説明がめっちゃ丁寧に書いてあるんで、これの通りにつければ問題ないです。クルースター大丈夫か。10アンペアヒューズ、お、来た来た、通電しました。板とかに固定せずに仮で配線を完了しました。スイッチ入れてついてつくかチェック。お、つきますね。このリレーがカチカチっていう、このスイッチがね、若干電気食って2ワットぐらい消費してる、ね、配線を整えてこんな感じになりました。端子台とかヒューズとかは板に固定をして、この板自体はまたすぐに DIY の時に開けられるように結束バンドとベルトで固定してます。これでももう十分しっかり固定されてるんで、でこれはベルトで車体に固定して吹っ飛ばないようにしています。メインスイッチはちょっとまだ固定する場所がないんで、一旦泳がせてあります。でこのシガソケは、まあ、シガソケもそうだしメインスイッチもそうなんですけど、引っ張っても元の端子台のところに負担がいかないように、これがきっかけでクイッと止まるようにしてます。こっち側にもシガソケつけてるんですけど、引っ張ってもこれ以上はいかないようにしてます。こっちの根元の方を守るために、シガソケがこっち側とこっち側で一応使えるようにしました。で、まあ、この後もこの 12V の電源からウィンチとか照明とか FF ヒーターとかつないでいく予定なんで、拡張しやすいように簡易的な止め方にしてます。まあ、結束バンドでもこれ十分強度が出てるんで大丈夫そうです。ここはもともとこうなってたからドア開けないとインバーターのスイッチオンできなかったんだけど、車内にいたままできるようになりました。見て、ついでにね、ここも削ってね、クソ仕様脱却した。イエーイ。手突っ込んでピッピやってみて。あ、ピッピ、ボタンがどこだ、あ、これよっしゃこれでドア閉めた状態でインバーターオンオフできます。できる。よし。OK。
素晴らしい。完全に整った。完全に整った。これいいっしょ。いいいい、めっちゃいい。今、頑張ってやった。うんうん。これメインスイッチで、これをやったら 12V が使えるようになるから、このシガソケット、うん、今のところこの照明ね。なるほど。キャラバンとかモンゴルもあるけど。いいね、この床。いい。テカテカで。うん。なんかさ、水こぼしたりしたらさ、すごい吸収してたんだよね。そう。それが気になっていたんで。血とかね、血痕が、昼に吸われた血痕があったりして。そうそう。若干残ってるけど、結構削った。あー、ありがとう。多分あの傷、チャリの、私はチャリ乗せた傷だよね。え、あれはそう、全部チャリ。